はい、バンブーでーす。今日はリムワールドやっていきたいと思います。で、そろそろ、この辺の前哨基地を破壊して、この報酬をもらっていきたいなと思ってるんで、武装の強化をしていきたいなと思います。まだみんなね、多分行ったらそれなりに何人か倒れて帰ってくることになると思うんで、なるべくそんなことがないようにね、作れるようになった強い武器といったらチャージライフルだから、チャージライフルを人数分作りたいっすね。8個ぐらい？わかんないな。8個作ると、7、56、コンポーネント56個。足りねえ。まあでも、作れば一緒。でもとりあえず10個にしちゃった。スチールは腐るほどあるから、ここで30個ぐらい、いや、もうちょっと多めに35個、40個ぐらい作ってくれれば、トントンになるということで。あと遠征に必要な食料が多分足りないんで、ちょっとかまど増やしてます。お、マッファロー、暴走軍マッファロー。これはでもなんやかんやちょうどいいこうお肉イベントだねとか言ってやられんだよな、なんか甘く見てると。おしまい。やばな、マジ作ってよかった。あ、貿易商来た。はい、あ、コンポーネント売ってほしい。よいしょ。お、闇商来た。実はちょっと前に呼んでおいたんだよね。闇商ってどんなの持ってんのかなと思って。闇商は、いやー、何も持ってこないじゃん。とりあえず彫刻だけ売るか。うん、あとはいらねえな。はい、終了。ああ、そんなこんなで襲撃ですよ。このトンネルを掘ろうとしてる奴ら怖いな。よし、総動員だな。さあ、始まりました。なんかでも、とりあえず突っ込んできてくれる人たちがいるのはありがたいね。ミッキーさん、ちょっと挑発してきなよ。あとみんなは多分こっち側にいた方がいいな。入ってこねえな。よし、退治したぞ。お、貿易商来た。森林産地の貿易商意外としょぼいんだよな。スチールももう買わなくて済むようになったしな。いらんもん売りつけてこう。あ、もうこの霊とかついてるね、衣服ね。これ倉庫圧迫するだけだから。死者のものは売る。壊れて誰も着ないようなやつは売る。こんな感じか。あら、あ、ここすごい嫌な環境なんだ。へえ、なんで。あ、物がありすぎ。なるほど、確かに嫌な環境だ。ここの部屋は作業部屋だから、一回備蓄ゾーンから解除するか。はい、みんな大移動だよ。片付けて。そうだよな、倉庫で飯食うのやだよな。職場改善、職場改善。なんならここもなんか絨毯にしようぜ。緑の絨毯にしようか。目に優しい色にしよう。よいしょ、いいね。職場環境改善中だ。よし、これで仕事したくなってきただろう。あ、いいね。室内広々。嫌な環境。すごい嫌な環境じゃなくなったから OK だな。あとは何が気に食わないんだろうな。割かし嫌な感じじゃないと思うけどな。なんか豪華な感じにするか。あ、これ椅子をさ、
これ低品質だから捨ててアームチェアにしようぜ。ほらほら、いいじゃんいいじゃん。休憩もなんか豪華に取れる感じで。人狩り集団ビーバーたちもなんかいろいろ一気に来てんな。はぁー、マジでマッファローが人狩り集団できた。うち滅ぼしに行くか。はい、徴兵でーす。多分こっから来るでしょう。ドン。はい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 。はい、終了。お疲れ様でした。わあ、マッファローまみれだ。よし、マッファロー肉全部さばき終えたね。もう当分肉いらんだろ。まずいんじゃないかこれ。ちょ寝る前に消化だよ。このタイミングで放火はほんと先般だよな。こいつかわいそう。徹夜で消化させられてんの。終わったか。よし、クルク多分一発殴っても許されると思うぞ。よし、職場環境改善委員会、今度はキッチンだな。ここもあんまり美しくないね。さあ、まずはフロアのひっぺがしと、キッチンは何色かな。でもやっぱ清潔感のある白系の方がいいかな。で、たくさんの人が働いてるからちょっと大きめのテーブル作るか。どうだろう、若干良くなったかな。あ、美しさ微妙。まあ、汚れてっかな。そうだ、あとはあれだな、こういうのを展示していこう。やっぱこうなんか綺麗なものを置きながら食事をとるっていうのが大事。これもなんかほら、ここに置きながら飯を食うと。でちょっと見ながらで仕事もできるからやや気持ちが良くなる。さあどうだ。おお、めっちゃ美しい。ってこれすげえ192にもなるんだ。えらい美しいねこれ。これ大事だわ。美術品の使い方分かってきた。売るだけじゃねえわこれ。君の欲求も良くなったでしょう。うん、心地よい環境。いや、こういうの大事だわ。なかなかチャージライフル作るのも時間かかるな。てかあれだな、あの人がバンラさんが多分専念できてないんだろうね。お、心筋梗塞。49歳で心筋梗塞、早くないか。寒そうだねここね。暖房ついてないじゃん。冷暖房全然こっちの方入ってない。こっちしか見てなかったな。ここまでは5度なんだけど、こっから、あ、そっか、ここにつけたところで。いやー、なんか大変だなこのゲーム。エアコンか。エアコンどっかにつけて、この辺全部開放しないとまずいな。ここは同じ温度、あとここ同じ温度、ここ同じ温度で、エアコンをこのサイズだとどんぐらいなんだろう。3つぐらいかな。ここも3つぐらいかな。でストーブも何個かあった方がいいよな。
いや、割と空調問題やばいな。よし、寒波来てもマイナスにはなんないようになったね。君たち、とりあえず、欲求はどうだい？あー、いいね。豪華な品質。室内広々。あ、心地よい。いいですね。よし、あと、2箇所の職場だな。こことここだな。こことここ。ここ、ほんとは壁あった方がいいんだろうな。あ、でももう、そんなことも言ってられませんよ。どーん。あ、やばい。もう目なくなってきた。大丈夫かな？足りるかな？よし。なんでこのタイミングで放火魔になるんだろうな。君は何が不満なんだよ。ほら、全然不満ないじゃん。まあ、ちょっと寒かったかなぐらいじゃん。なんでそれで、あ、放火しようってなるんだろうな。相当人としてまずいよ、こいつは。まあ、もうみんな寝る時間だからやめてよ。また誰か徹夜しとるじゃん。あ、大丈夫だった。チャージライフ1個できたな、多分。いいね、着々と戦力がこう増強されてってるね。よし、職場環境改善委員会、また行きます。テレビ置けるから、もう、あ、なんだこれ。ここにいる人たちが見れるのか。なるほどね。あ、じゃあここに置こう。料理作りながらテレビ見ようぜ。と、あとこっちも、もうコンポーネント作りながら、テレビが見れちゃう。ここもほら銃作りながら彫刻作りながらテレビが見れちゃう。いいね、最強じゃんこれ。ちょっとコンポーネント足りなくなったっぽいけど、まあそれはここで作るから OK でしょう。どうなんだろう、気持ち的にはどうなのこれ。娯楽最高、違うな。あ、あれ？テレビって、そんな感じ？もしかして微妙だったかな？テンション上がるかなと思ったけど。